サイクス・ピコ協定は、第一次世界大戦中の1916年5月16日に、イギリス、フランス、ロシアの間で結ばれた、オスマン帝国領の分割を訳した秘密協定。イギリスの中東専門家マーク・サイクスとフランスの外交官、フランソワ・ジョルジュ・ピコによって原案が作成され、この名がついた。1915年11月頃から連合国側は、 大戦後のオスマン帝国における勢力分割について秘密裏に交渉が始まり、イギリスのマーク・サイクスとフランスのジョルジュ・ピコによって案の作成が進められた。その後、ロシア帝国外相サゾノフも加わって、ペトログラードで秘密協定が結ばれた。フサインの放棄直前の1916年5月16日のことである。内容は以下の通り、この協定は イギリスが中東のアラブ国家独立を約束したフサインマクマホン協定やイギリスがパレスチナにおけるユダヤ人居住地を明記したバルフォア宣言とイギリスが相矛盾する3枚絶外交をしたとして批判された。1917年にロシア革命が起こると同年11月にウラジミール・レーニン政権によって旧ロシア帝国のサイクス・ピコ協定の秘密外交が明らかにされ、 アラブの反発を強めることになった。フサインのコファイサル率いるアラブ軍は、1918年9月にシリアのダマスカス入場を果たしたが、この地を自国の勢力範囲と考えるフランスの反対を受け、1920年7月にダマスカスから追放された。フサインマクマ本書館でのアラブ人国家の範囲は、ホムス、ハマ、アレッポ、 ダマスカスを結ぶ線の東側ということになっていたが、1920年4月に開かれたサンデモ会議ではこの地域のイギリス・フランスの勢力分割がほぼ確定していた。1921年8月23日、ファイサルはイギリスからイラク王に据えられた。また、反仏運動の指導者であったファイサルの兄アブデッダ王子はイギリスからトランスヨルダンの主張に据えられ、 これは、現在のヨルダン王国となっている。つまるところ、フランス勢力圏下にあったイラク北部や、シリア近辺を除いて、フサインマクマ本書館の約束は概ね守られた。サイクスピコ協定。濃い赤は、イギリス直接統治。濃い青は、フランス直接統治。薄い赤は、イギリスの、薄い青は、フランスの勢力圏。紫は共同統治領フサインが打ち立てた。 ヒジャーズ王国は、その後、フサインがカリフを称したことで、イスラム教指導者層の反発も招き、ナジュドのイブンサウードによって1925年にヒジャーズ王国は倒された。イブンサウードは後に、サウジアラビアを創始し、初代国王となった。第一次世界大戦で敗戦国となったオスマン帝国は解体し、トルコ革命を経て、現在のトルコ共和国へと再生した。 イギリスとフランスの中東分割は1920年4月のサンデモ会議でほぼ確定していたが1923年にトルコ共和国がローザンヌ条約に調印したことで正式に分割された。サイクスピコ協定や囲碁の分割交渉による線引きは後のこの地域の国境にも影響している。フランスの勢力範囲となったシリア地方からは後にレバノン、 シリアが独立し、イギリスの勢力範囲からは後に、イラク、クウェートなどが独立した。地域によっては、人工的に引かれた不自然な国境線となっている。しかし、もともと地域主義が強いこの地域において、そもそもアラブ民族諸州派の総意となる自然な国境線を引けたかどうかのジレンマが残る。この線引きは現在でも残っていることから、それなりに有効だったと、 好意的に考えることもできる。その後、一連の矛盾外交によって生じたパレスチナ問題や1921年3月21日の回路会議ではガートロイドベルの意見が採用されて現在も不自然な国境で分断されているクルド人問題など多くの問題が生じた。シリア東部からイラク西部にかけて勢力を拡大している過激派組織アイスセルも サイクスピコ協定に怒りを抱いており、武装闘争を続ける動機の一つとされる。ありがとうございます。